FM 横浜マルトミオールプレゼンツライドオン。この番組はモーターサイクルカルチャーを創造する企業マルトミオート販売の提供でお送りします。7FM 横浜マルトミオートプレゼンツライドオン、お届けするのはシンガーのレオナです。この番組は私レオナが選んだ曲にライドしてトークトリップしていくプログラム。トークの行き先はミュージック、アート、フード、イベント、アトラクション、そしてアウトドア、サーフィン、バイク、車などジャンルレスです。音から始まるライフスタイルをより豊かにするスパイスが効いたトリップを楽しんでくださいね。今回のトリップでライドするのはアリー&ディアズプロデュース、KJ from Dragon Ash、 そしてレオナで After the Rain。 どんな旅になるかお楽しみに。 After the Rain。 レオナがお送りしている Ride On、 今日の旅はアリー&ディアズプロデュース、 KJ from Dragon Ash、 そしてレオナの After the Rain にライドしてスタートです。さて今日はなんとスペシャルなゲストをお迎えしてお届けしていきたいと思います。お迎えするのはドラゴンアッシュのメンバーとしても活躍中の KJ こと古谷健二さんです。あ、よろしくお願いします。お久しぶり。お久しぶり、本当にお久しぶり、うん、お忙しいところありがとうございます。いいえ、まあ、いつも健ちゃんと呼ばさせていただいてるんですが、うん、今日健ちゃんってお呼びしても大丈夫ですか？大丈夫です。はい、はい、どうも私レオナなんですけれど、まあ、出会いが、うん、この曲アフターザレインでちゃんとお仕事をさせていただいたのが初めてなんですけども、うん、まあ、でもライブの現場で会ってたよね、うんうんうん、いろんな、うんうん、イベントとか、うんうん、そういうどうでしょうか、その時の印象だったり。厳しいこと言われます。そのアリー&ディアス山嵐のたけし君の、うんうん、こう後輩だから、うん、こう、こ、そうじゃん、私の後輩じゃん。そしたらそう、もう俺はもう直の後輩だから山嵐は。だからもうそれこそ17歳ぐらいの時に、うん、シェルターとか Q 出てる時に、うんうん、もうタケちゃんは18歳で売れに売れてて、ビッグスクーター乗ってたの、赤い、うわ、赤いビッグスクーター乗っててそんなの俺らもうアキラでしか見たことないからやばいやばいっつって、金田が来たっつって手首に虎の入れ墨入れた金田が来たっつって、もう脇に湧いたんだから。そうそうそうだ、10代から休止もせずに、うん、大体こう近しいジャンルで、うん、こう毎年毎年ずっと対バンしてんのって多分ドラゴン山嵐ぐらいだから、これからもこの後も一番付き合いの長いバンドなの。わー、またそのね、この後とか言っちゃ、そうそう、もうこの人はこういうところ、うん、このなんかもう男気だけじゃないんですけど、ちゃんとなんていうの、リスペクトがいろんな人にもあるので、まあ、私にはなさそうですけどなんかそれで、ね、だからレオナと山が一緒にやってる曲を知ってたから、うんうんうん、じゃあアリアンディアスでやろうよ、うん、ケンジって言われて、うん、じゃあ俺レオナとやりたいですって言って、うん、ありがとうございます、言って呼んでもらったんですよ。本当に感謝しております、うん、いや本当すごい楽しいレコーディングだったんだけども、うん、この番組は毎週ね、うん、あの1曲私が選曲させてもらって、うん、その曲からインスパイアされた話をしていく番組なんですけれども、うん、まあ、今回いろいろちょっとせっかくケンちゃんというビッグゲストが来ていただいたので、まず音楽を始めたきっかけとなった曲っていうのは、うん、一番こう自分がロックっていうか、うん、そのバンドっていうものを強く意識したのは、うん、小学校5年生の時に、ハイスクール落書き2っていう斉藤由貴さんの不良学園ドラマみたいなのが、的場浩司さん、遠藤薫ね、あ、ごめんなさい、役名いや出ちゃうじゃ ん年齢がそんなもうね、やることない広島で見てたんでしょう。ちょっといろいろあります、うん、山に川なまり上げてちょっと、うんうん、あ、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。でそのハイスクール落書き2の、うん、曲が主題歌が情熱のバラだったの、ブルーハーツの。あ、そうだっけ。そうだから「ブルーハーツ情熱のバラ」を短冊シングルっていう、うん、あの細長い、うんうん、あー懐かしい、あれで買ったのが、うん、自分のお金で買った初めての CD だし、かわいい、ロックのこう原体験みたいなのは、うん、そこが最初、小学校5年生。そうで、それまでは小4ぐらいまではあの母親の帯締めを頭に巻いて、うん、音楽室で光源氏をそうそうフルコンプするっていうこのターンターンタラララっていうのをすごい練習するっていう、こう
最高ですね、うんうん、うわちょっとその頃にも出会ってみたかったですけど、でもいろんな場面の中で、でも自分をやっぱりいつも上げてくれたりとか、うん、こう引っ張ってくれるような大切な曲っていうのは、うん、まあありますか？そうだな、うん、まあでも断るごとに、うん、聞いちゃう、聞いてるのはやっぱその時期自分が音楽を始めるきっかけになった曲とか、うんうんうん、なんていうのかな、その音楽っていうのが漠然としたものだったのに、うん、こうふわーっと音楽テレビに出てスモークバーって焚いて、うん、その中で当て振りしてるのも音楽、うん、ライブハウスに出てる人も音楽っていう、その中で鮮烈に、うん、何これ他と違うと思ったのはやっぱビースティーがとてつもなく大きかった。そんなダルダルの T シャツで出てきちゃうんだ、うん、みたいな、ビデオにヘビとか出てこないんだみたいなガンズしか見てないからでっかいヘビと下着の女とレスポールがあって、はい、スラッシュはレスポールを取るっていう、ね、嘘でしょみたいなかっこよすぎるでしょみたいなそういうのとは違うから、いわゆるそのストリートみたいなね、その時の言葉で言う、そうだね、うん、まあやっぱ衝撃を受けたし、多分自分の音楽として実際にこう表現するのに一番影響を及ぼしてるのはやっぱあの辺の音楽なのかもしれない。うんうんうん、ビースティーはよく今でも聞く。うん、やっぱちょっとそれで例えば初心に帰ったりして自分の気持ちを、うんうん、モチベーション上げたりとかっていう。で結局なんかそのノスタルジーにはさ勝てないじゃん。うんうん、最初にあった衝撃をさ、うん、頭の中でどんどん美化していくから、うん、何十年何曲何百曲作ったって、うん、やっぱあの衝撃は自分には与えれないんだよね。うん、ああなるほどね。まあそんなあの古谷健二さん、健ちゃんですが、今週水曜日の17日にニューアルバムの The Pendulum をリリースです、うん。ソロアルバムとしては約3年ぶりの2枚目のアルバムとなりますが、うん、まああのバンドとソロの活動っていうのを自分の中でどういうふうに分けてたりとか、格好ありますか？結構ね、うん、なんか人に思われるほど全然複雑じゃなくて、うん、すごいこうシンプルな話なんだけど、うん、やっぱこう、ドラゴンワッシュってバンドを22年目ぐらい、うん、21年、22年やってて、でこう誰かの体を突き動かすっていう、うん、要はまあ簡単に言うとライブでモッシュやダイブを誘発するっていう、そのこう肉体的な動きに全ステータスを振ってやってるつもりなのよ。それを本当に16、17からライブハウス出てて、うん、ずっとその子を盛り上げたやつが勝ち、うん、ダイブモッシュ引き起こしたやつが正義っていう、うん、狭いこうミクスチャーロックっていうカルチャーにずーっといて、ずっとその螺旋階段を登っていて、うん、今に至るから、それそのモッシュダイブを引き起こすために必要のないものとか足かせになってしまうような、うん、そのアートフォーマットとか表現方法っていうのは意図的にこう削ぎ落としてずっと階段を登ってるのよね、うん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 、でそうすると21年ぐらいやってると、その削ぎ落としたものでもう足の踏み場がなくなっちゃって、うーん、だからこれはもう自分で拾わないと自分が苦しくなる だけだから、うん、でこうドラゴンワッシュをこれから先も体が動く限り、うん、こう青春性だけをこう大切にしてやっていきたいと思うと、うん、そのこうバランスが取れなくなってきちゃったんだよね、人間として。本当はこっちの方がやりたいのかもしれないって思ってるもので足の踏み場がないって結構ストレスじゃん、うんうん、だからそれを自分で拾ってこう構築していくっていう作業を同時にしていかないと、うん、もうこうドラゴンワッシュとしてもこの階段を登っていくのはもう辛いなっていうふうに思ったんだよね、うん、なんでソロは始めたのよ。で要はこう誰かの体を突き動かすために、自分の体を突き動かすためにっていうことでやってるから、もうソロは本当に心をすごいこう優しく揺り動かすみたいな、どっちかっていうとねぐらい目的が全然違う、うん、まあだから今回のまあアルバムのまあ来週にもお付き合いいただきたいのでたくさんお話を伺いたいんですが、そういう意味でも今回の The Pendulum というタイトルはちょっとそういう心の動き、まあ動揺というか、そういうちょっと動揺じゃないな、そうでも残像を残してこう揺れ動くっていう様、その揺れ動くっていう感覚がもうそもそもないから、ドラゴンマッシュにはね、こう人を驚かすためにとか焚きつけるためのアレンジだから、全てこう変化のつけ方っていうのが割とこう過激につけてってなんぼだし、
でもこれ全部この古谷賢治の一人からこう発されてるっていうエネルギーはやっぱりすごいなっていうのはもうめちゃめちゃ思っています。いつもありがとうございます。いやいや、もうこちらこそ。というわけでちょっとここで一曲ですね、今週リリース予定のアルバムから一曲聴かせていただきたいんですが、賢治からお願いします。はい、聴いてください。古谷賢治で Playground。 お送りしているのは古谷賢治さんで Playground。 レオナがお送りしてきた Ride On、 アリー&ディアスプロデュース、 KJ from Dragon Ash、 そしてレオナの After the Rain にライドした今日のトリップ、いかがだったでしょうか。まあ、というわけで賢治さんはまだまだ、古谷賢治さんまだアルバムのことも聞きたいので、来週もお付き合いお願いしたいんですけれども、はい、これからちょっとライブがいろいろとあるんですよね、うんうん、でもまあ11月12日の渋谷はもうソールドアウトということで、はい、ホームページとかチェックしていただいて、うん、はい、お願いします。そしてレオナからのお知らせというか、まあ、私のお知らせはあれなんですが、今配信リリースしているビタースイートとアイノーの2曲があるんですけれども、うん、まあそれを含めたアルバムも今制作中なので、うん、ぜひまたチェックしてみてください。のんびり作ってんのかな、また。いやいや、ちょっとどうなのかな。いやいや、だけど、うん、2016年に出した、ね、忘れちゃうよ、ケンジ、うん、聞いてくれてたでしょ、うんうんうん、私アルバム即買い、即買いしたりとか、ほんと嬉しかった、うんうん、そういうところ何にも言わないで聞いてるっていう、うん、出ましたね、古谷賢治のいい男のところが。というわけでまた来週もお願いします。はい、はい、それではマリトミオートプレゼンツライドオン、また来週の日曜日3時20分からライドオンしていきましょう。ここまでのお相手はレオナと古谷賢治でした。はい、バイバイ。 バイバイ。 84.7 FM 横浜マリトミオートプレゼンツライドオン。この番組はモーターサイクルカルチャーを創造する企業マルトミオート販売の提供でお送りしました。84.7 FM 横浜マルトミオートプレゼンツライドオン。この番組はモーターサイクルカルチャーを創造する企業マルトミオート販売の提供でお送りします。7FM 横浜マルトミオートプレゼンツライドオン、お届けするのはシンガーのレオナです。この番組は私レオナが選んだ曲にライドしてトークトリップしていくプログラム。トークの行き先はミュージック、アート、フード、イベント、アトラクション、そしてアウトドア、サーフィン、バイク、車などジャンルレスです。音から始まるライフスタイルをより豊かにするスパイスが効いたトリップを楽しんでくださいね。今回のトリップでライドするのは古谷賢治さんの The Pendulum。 どんな旅になるかお楽しみに。お送りしているライドオン、今日の旅は古谷賢治さんの The Pendulum にライドしてスタートです。さて今日も先週に引き続いてスペシャルなゲストをお迎えしてお届けしていきたいと思います。お迎えしているのはドラゴンアッシュのメンバーとしても大大活躍中 KJ こと古谷賢治さんです。よろしくお願いします。よろしゅうに。いや本当に今週もありがとうございます。いや、先週は古谷賢治さんと私のような出会いのお話や影響を受けた曲、大事にしている曲のお話などいろいろと伺ったんですが、うんうん、今日はリリースされたばかりのニューアルバム The Pendulum のお話を伺っていきたいと思います、うん。まあ、今回、まあ、前回のアルバムもそうだと思うんですが、うん、作詞作曲アレンジボーカルギターベースドラムキーボードまで全てを賢治自ら行ったとのことで、うん、まあ、これは本当すごい。だけどその一人で全部やろうと思ったのはどうしてですか。だんだん、まあ、レオナもそうだけど、うん、キャリアを積んで、はい、いろんな景色とか見て下手に技術とかもついてくると、うん、こう自分の器とかサイズ感とか、うん、自分のこう好きなもの嫌いなものっていうのが割と明確になってくるじゃん、うん、どんどん、はい、だからその多分焼き場に入った器がさ、うん、こう熱でどんどん固まっていく、うん、作用だから、うん、人として形を成していく、アーティストとして形を成していくってことだから悪いことじゃないのかもしれないけど、うん、でもなんか俺ってこういう音楽家なんだっていうのを、うん、まだこう固まりきってない部分があるんだったらもうその不格好な器になってでも、うん、一回抗いたいなと思って、もうそのはいこれで決定みたいなのがちょっとね嫌なんだよね、うん、だからもう群れてこう毎日バンドワゴンで移動したりとかさ、うん、打ち上げで腐るほどの仲間たちとバカみたいに飲んで、うん、結局次の日何も覚えてないみたいな日々を繰り返してるとなかなかこう自分に、うん、
こう目を向けたりとか、自分と膝つき合わせてゆっくり自分と対話するみたいな時間って作詞作曲の時間しかなかったりするんだよね。いやそれでも相当な時間を費やしてると思うけど、ケンちゃんでもそう思う、思う思う。だからもう本当にこう今一度抗うように、一アーティストとして何ができんのかっていうのをもうちょっとこう試したいっていうのもあるんだよね、ソロ、全部楽器をやるっていうのは。なんであんなにできるの。いやでもね、相当練習してるよやっぱ。あとこう決定的に面倒くさがり屋じゃないよね俺は。そうだね、それはすごい音楽に対しては、そこが違いだよね。まあ面倒くさいわけじゃないけど私、今でもワイルドじゃん。なんていうの、女性としてって意味じゃなくて、そのアーティストとしてもっとこう大きなさ、絵でさ、ボーカリストとしてやっぱいるじゃんレオナは。ライブでもさ、俺はもっとなんかこうボーカリストっていうよりはこうバンドではまあこうタクトを握ってる指揮者みたいな感覚だから、なんか指揮者が全部の楽器精通してないとタクトなんて触れなくなるみたいな感覚がバンドはあるんだよね。あ、でもとにかく本当そのリーダーっていう人だよね。いや意外とだって俺ドラゴンの時、ライブのセットリストすら自分で決めてないよ。そうなの。そうだよ、他のメンバーが全部決めてるよ。その辺あれが分かんない。そう、なんか割とそこはだから持ち屋持ち屋があんの。あ、もう俺はもう種馬みたいな、もういいから黙って曲埋めやみたいな。マジ。そうそうそう、感覚よ俺は。ただただこう曲作ったりとかデザインしたりとか、そう、もう作るものは全部俺がやるんだけど、逆にこうじゃあツアーいつ切ろうかとか、どういう何をリリースしようかとかはもう全然触れないよ。みんながなんか全然イメージ違う、そう言ったのを、そうなんだ、はーいみたいな。もう全部のこう、もうケンちゃんがこういろいろと、まあもちろん、あ、もう全然全然、あ、そういうのちゃんとできてるんだね。へえ、ちょっとイメージがあれだった、そのドラゴンで結構もうガーってだけど、なんかそのフッとした時にすごい甘えん坊みたいなイメージだと思って勝手に。もう基本何も仕切らないよ俺。へえ、曲だからクリエーションだけ。でもさ、そんだけ作詞作曲とかずっとしてるでしょ、やっぱりね、言葉をそれだけ探してたりとかするので、おしゃべりも私はずっとこれ1年ちょっとやらせていただいてるんだけどね、やっぱ言葉がそんなに少ないんですよ、そんな、あのフィーリングみたいな、グルーブみたいな人があるから、だけどやっぱりそのケンちゃんとお話ししてると、もういろんな言葉知ってるし、その表現の仕方、がすごいあって、あのすごい緊張してます。しかもさ、あの、ほんとほんと、そんな日向小次郎みたいな服着て全然緊張してるように見えない。古谷健二、超古谷健二か、日向小次郎じゃないのか、完全古谷健二意識してきましたね今日は。はい、でもだいぶいいと思う、だいぶいいでしょ、これはちょっとすごい意識したんだけど、まあとにかく15分じゃ足りないんですよね、本当に。まあでもちょっといろいろ朝7時まで遊ぶぐらいだから、15分なんてマジでさ一瞬だよね。そうだから、まあ、言ったらね、レコーディングの時、あのちゃんと撮影したりとか、あの時は、あの全然お酒とか飲んでないですけど、ちょっと遊んでお酒入ったりする方が、実は合ってる時間は多いの。だから今日とかはね、すごいね、なんか変な感じ。だね、これ見えないところで汗はすごいかいてる。もう、ACDC ですよ。ACDC ね。汗だくね。汗だくね。しょうもない。もうしょうもない。本当にすみません。できたじゃん、曲。ちょっと待って。I know の次の曲できたじゃん。I know バカにしない。してない、してない。してない、してない、してない。すごいあれなんだから、I know なんだから。ちゃんと聞いてみてください。まあとにかく、そんな古谷健二が今、ちょっと気になってるアーティストとかいる、最近。一昨日加山雄三さん、あ、はい、対バンだったんだけど、対バンっていうか今ね、オールスターズみたいなのやってるね。そうそうそう、それこそベース上野くん、ハイエータスとミシェル、もうミシェルなんて俺前座からやってるから。でギター太一さん、シアターも全然やってるしみたいな、なんかそのメンツでクロージングアクトっていうか、一番最後にその人たちがいるって感じだったんだけど、ああいう人と一緒にこう何かせーので音出してみて、とか同じ空気の中にいて得れるもんっていうのがとてつもなく大きいなと思って、だからニューカマーではないけど、自分が触れてきてない感性の人、そう自分で覗きに行かないともうこの先も触れることないだろうから、そうだね、なかなかなくなってくるもんね。だからもうできるだけああいう人のライブ
やこう MC みたいなのは自分へのメッセージだと思って見ようと思って、うん、マイウェイやってたんだよね。おお、マジマイウェイ、マイウェイやる？自分のライブでさ、うん、じゃあ今日何分ステージだから、うん、シナドラ1曲入れとくかってなる、うんうん、なかなかならないでしょ。ないですね。クソかっこよかったからね、マジで本当に。わ、見たかったな、うん、まあでもね、それこそ今後の古谷賢治も楽しみですよ、うん、いやもう本当そうだ、ね、マイウェイ歌えれるようになりたい。いや、この倍いくんだよ今。そうだよ、まだ賢ちゃんだって40になってないんだけど。なってない、超マジ、うん、そっか、まあそこら、うんね、うん、その倍だから、これから倍以上だもんね。倍以上。いや超楽しみ、本当に楽しみです。古谷賢治ギターソロ弾いてたもん。弾いてたでしょ、だってそりゃもうエレキの若大将ですからね。うん、毎日、ね、毎朝お肉を食べてるっていう噂は本当なのかっていう、まあまあちょっとそんなこと言っちゃう。いやいや、でもすごいバイタリティだから、うんうん、多分食ってると思うよ、ね、うん、もうそういうのも大切にしてるかもしれない、うん、いやもう本当話が尽きないんですけれども、ちょっとここでそんな17日にリリースとなったアルバム、うん、ペンドラムからもう一曲聴かせていただきたいと思います、はい、曲紹介お願いします。はい、ねラッシュボールっていうロックフェスがあって、うん、その日が楽しすぎて、うん、で打ち上げ朝までやって、うん、細見武と敏郎と、はいはい、朝方雨村をとぼ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 歩いていて、うん、その次の日に新大阪から品川に帰る望みの中でほぼ書き上げた、その重要なマイルストーンが終わってしまうっていうね曲です。聴いてください、はい、落日。お送りしているのは古谷賢治で落日。いや、いい曲って言ってくれてましたね。いい曲です。あ、でそういうエピソードをちょっと聞くと、うん、結構グッときます、うん、なんかね、私やっぱ憧れてるの、ああいう賢ちゃんとか、うんうん、ね、その周りのじゃあ敏郎くんとかさ、うんうん、みーちゃんとかの、うんうん、ああいう感じ、うん、私男子だったら絶対そこに行きたいタイプなの。いやいや、もうこの3人はもう若手のいいバンドマンから、うん、もう陰口ずっと叩かれてる陰口叩かれてなんぼじゃ。はい、出てきた筋肉松竹梅っていう隠語でね、もうバカにされてるんですよ。そう、松竹梅の配置具合が気になるところですけど。いや、もう当然俺はもう三男です筋肉三兄弟って言われてるんですけど長男が年は真ん中なのに将軍、俺あの年老くんのこと将軍って言ってるんだけど海に投げ飛ばされて以来マジで。そうそうそう、で、ね、次男が細道、はい、で三男が俺です。いやー、 その3人結構ベテランなんだけど、うんうん、毎年毎年その時その時人を集めるかっこいい若手バンドを 2,3 組引きずり下ろして俺たちが板の上乗ってるわけだから。いやー、いいですよ本当に、うん、本当にいいシーンを見せさせていただいております、うん、同じ時代に生まれてよかったなと思ってます。レオナがお送りしてきたライドン、古谷賢治さんの The Pendulum にライドした今日のトリップはいかがだったでしょうか。いや、残念ながら今日のトリップもね、そろそろ終わりが近づいてきました。この後はケイナさんのラッキーミーでお楽しみください。古谷賢治さん、先週から2週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。それではマルトミオートプレゼンツライドオン、また来週の日曜日3時20分からライドオンしていきましょう。ここまでのお相手はレオナと古谷賢治でした。バイバイ、バイ。84.7FM 横浜丸富オールプレゼンツライドオン。この番組はモーターサイクルカルチャーを創造する企業丸富オート販売の提供でお送りしました。